リックオアトリート。お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ。あれ、向こうに電車があるわ。本当だ、行ってみよう。あの電車、なんだかおかしいわ。なんだか不気味だな。なんだこの電車、お化けの顔してる。お化け電車だ、逃げろ。待って待って、うわー、追いかけてくるわ。ちょっと待って、うわー、お菓子だ。お化け電車の中にいっぱいのお菓子が入ってたわ。僕はお化け電車じゃなくてお菓子電車だよ。僕、このお菓子をみんなに分けてあげたかったんだ。これどうなってるの？こうやって作れるよ。用意するのは紙パック4つ、色画用紙、ハサミ、セロハンテープ、両面テープ。まず紙パックの1つの面をハサミで切り取るよ。チョキチョキチョキ。上の部分の真ん中の面を切っていくよ。これを折り曲げてセロハンテープで貼るんだ。四角い箱になった。これを4つ作るのね。そしたら周りに両面テープで色画用紙を貼って。できた。2つずつ重ねて両面テープでくっつける。あとはここにテープを貼って開け閉めできるようにと。横には電車の模様を描いて、前の部分に僕の顔を描いてね。最後にお菓子を詰め込んで完成。お菓子電車だ。みんなもお菓子電車を作ってみてね。よし、今からお菓子パーティーだ。こんなにお菓子がたくさん、どうやって食べよう。そうだ、私はこのマシュマロをビスケットで挟んでマシュマロサンド。オーブンで焼いてもトロッとして美味しそうだわ。そしたら僕はチョコレートを溶かして、その中にポテトチップスをジャボーン。みんなもいろいろ試してみてね。次の話はこれだよ。よし、そしたらお片付け運動会の開始。ガッテンキッズ TV。 えい、えい、ソラボール楽しい。タコくん、次は何して遊ぶ？もう飽きちゃったの？じゃあ今度はあっちで遊ぼう。ほら、カラーボールを片付けてから他のおもちゃで遊びなさい。あー、お片付けめんどくさいよ。こっちで遊び終わったら片付けるよ。ダメです。あー、やだやだ。それじゃあ楽しくお片付けできる方法を教えてあげましょう。お片付けが楽しくなるの？教えて教えて。それじゃあ一緒にやってみましょう。楽しくお片付けしたい子はグッドボタン。用意するものはこれ。まずは画用紙で好きな形を作ります。これは何だろう？顔を描いたらわかりますかね。あ、うさぎさんだ。でも口がないよ。口はこうやって大きく描きます。そしたらハサミで切って、はい、口を開けたうさぎさん完成。わー、面白い。次はこの口と同じ大きさに保存容器の蓋を切ります。カッターやハサミを使うときは
大人の人と一緒にね。切れたらさっきのうさぎと好きな形に切った画用紙を貼ります。できたら容器に蓋をして、はい、お片付けボックスの完成。かわいい。こっちにおもちゃを選ばいいんだな。あ、そうだ、僕はくまくんのお片付けボックスを作ろう。じゃあ僕はラッコくん。ナイスアイデア。そしたら画用紙をくまくんの形に切って、口は大きく、蓋に貼って、はい、できた。見て見て、僕もできたよ。いいね。よし、そしたらお片付け運動会の開始。運動会？お片付けボックスにカラーボールをたくさんお片付けできた人の勝ちというゲームです。楽しそう。箱が3つあるから、あと1人誰かいないですかね。お腹すいたわね。何かおやつないかしら。あ、ネズミちゃん発見。ん？どうかしたの？そうだ、ネズミちゃんも一緒にやりませんか？何をやるの？お片付け。お片付け？そんなのやるわけ。勝った人にはお菓子をプレゼントしますよ。私もやりたい。やったー。ルールは簡単。1分以内にこのカラーボールを箱にたくさん入れた人の勝ち。くまくんは青のボール、ラッコくんは黄色のボール、ネズミちゃんはピンクのボールを箱の中に入れてくださいね。それではよーい、スタート。負けてたまるか。あ、ちょっとクマくん、ぐちゃぐちゃにしないでよ。もともとぐちゃぐちゃだったからいいじゃん。あ、黄色発見。箱にポイ。ピンクあったわ。どんどん入れるわよ。青、青、数えましょう。まずは私から。ピンクのボールが1、2、3、4、5、6、7。あ、違う色も入れちゃってたわ。じゃあネズミちゃんは7個ですね。僕は1、2、3、4、5、6、7、8、9。やったー、9個も入れられた。待ってください、2つ違う色が入っていますよ。あ、ほんとだ。2人揃って7個しか入れられなかったんだね。うーん、悔しい。最後は僕だな。間違いなく僕の勝ち。青いボールが3個で、他は全部違う色ね。な、何？急ぎすぎて間違えちゃったんだね。スクショ。でもみんなで片付けしたから、一緒にお菓子食べようよ。いいの？いらないなら私が全部食べちゃうわよ。僕も食べる。みんなもお片付けボックスを作って楽しくお片付けしてみてくださいね。片付け最高。遊んだ後はお片付けしてね。次の話は
これだよ。サイのバスがやってきたね。僕もあれに乗りたい。あ、こっちに来てくれた。よし、これに乗って動物探検出発だ。おお。今日は僕が動物を紹介していくよ。ラッコくんが？今日のためにたくさん勉強してきたんだ。だから任せて。ありがとう。最初はトラ、ライオンゾーンだよ。普通の動物園では見られないライオンが群れで生活する様子も観察できるよ。楽しみだな。うわー、トラだ。これはホワイトタイガーって言うんだよ。ホワイトタイガー、名前がかっこいいわ。気持ちよさそうに寝てるな。いいな、僕ものんびりお昼寝したいな。ホワイトタイガーの体毛は白色もしくはクリーム色で黒の縞模様を持っているよ。目の色はほとんどがアイスブルーなんだって。アイスブルー？でも目を閉じてるから見えないよ。あーい、ダメだ、起きないや。実はこのホワイトタイガー、日本では35頭しかいないからすっごく珍しいんだよ。へえ、じゃあどの動物園でも見られるわけじゃないのね。あれはライオンだ。たてがみが立派だな。なんかすっごく堂々としていてかっこいいわね。ライオンは夜行性で1日のうち20時間は木陰や木の上で休憩して過ごすんだって。それじゃあ僕たちが起きている時間はいつもゆったりしてるんだね。あ、動いた。ここではみんなで並んでまったりしているわ。仲いいわね。何のお話をしているのかしら。多分お腹空いたね。うん、お腹空いたって言ってるんじゃない？それはクマくんが思っているだけでしょ。考えているんだろう。わあ、奥に隠れているライオンがいるよ。これはたてがみがないからメスよね。こっちにもいっぱいいるわよ。なんか楽しそうに遊んでいるね。ライオンやトラってすっごく凶暴そうなイメージがあったけど、思ってたよりずっと可愛かったわ。次は日本の動物と出会える日本ゾーンだよ。ああ、クマくんよ。僕はここにいるよ。あれは僕のお友達かな。日本付きのワグマって言うよ。寝ているわ。やっぱりお昼寝が大好きなんだね。僕と一緒だ。気持ちよさそう。こっちにも寝ているクマがいるよ。日本付きのワグマは冬眠前はよく食べて、夏より10キロも体重が増えるんだって。10キロも？じゃあそろそろ僕も冬眠の準備に取り掛かろうかな。こっちにお猿さんがいっぱいいるわよ。これはホンドザルっていうよ。森林で数十頭から数百頭ほどの群れを作って生活してるんだって。赤ちゃん猿もいるわ。ちっちゃくてかわいい。隣の大きい猿はお父さんかな。ちゃんと子供を守ってあげているね。群れで喧嘩とか起きないのかな。実は群れには社会構造があって、それぞれに順位をつけて暮らしているらしいんだ。そうなんだ。あ、怒った。
なの動物を近くで見れたね。楽しかった。次はバスから降りて、さらにこんなに近くで動物と触れ合ったり、ライオンに餌をあげたりするよ。絶対見てね。次の話はこれだよ。ダンプカーを作ろう。発見キッズ TV。 ラコくん、見て見て。わあ、なにこれ、かっこいい。これはね、僕が作ったダンプカーだよ。すごい、クマくん、こんなの作れるの？こうやって、いろんなものを乗せて運べるんだよ。かっこいい、僕も作りたい。それじゃあ一緒に作ってみよう。今回用意するのはハサミとノリとダンプカーの台紙だよ。まずはいつものように太い線を切っていくよ。ハサミはお家の人と一緒に使ってね。ここら辺少し難しい。できた。切れたら次は線に沿って折っていくよ。こんな感じかな。ラッコくん、いい感じ。こっちの丸いものと四角いものもあるよ。これは何になるのかな。それはできてからのお楽しみ。折れたら次は糊でくっつけていくよ。糊丸1のところに塗って合わせて、ペタ。同じ数字同士をくっつければいいんだね。簡単簡単。おお、つながった。あれ、でもまだ完成じゃないみたい。うん、最後に角をシールで貼っていくよ。丁寧に合わせて貼っていこう。最後に頑張りシールを貼って完成だよ。やったー、じゃじゃーん、ダンプカー。これをこうしてガラガラガラー。すごい、荷台がこうして動くんだね。そうだよ、たくさん乗せてクロス。やっぱりダンプカーはかっこいいな。僕ね、ダンプカー大好きなんだ。だからダンプカーになりたいな。ダンプカーになりたいの？うん、だってダンプカーになったらかっこいいでしょ。そうかな。よし、作ったダンプカーで遊びに行こう。うわぁ、クマくん大丈夫？あれ、クマくんがいない。クマくん、おーい、ラコくん。どこからかクマくんの声が。ここだよ。わぁ、クマくん。僕もよくわからないけど、転んだらダンプカーと合体しちゃったみたい。僕、本当にダンプカーになっちゃった。嬉しい。いやいや、大変だよ。よし、重いものをいっぱい運ぶぞ。クマくん、待って。気持ちいいな、ダンプカー最高。たくさんの荷物を乗せて。クマくん、大丈夫？大丈夫だよ。こんなのへっちゃら。重いな。やっぱりダンプカーは大変だ。僕もう動けない。あれ？クマくん、気がついた。あ、僕、ダンプカーじゃなくなってる。ダンプカーさんは
いつもこんなに大変な思いをしていることがわかったよ。いつも重いものを運んでくれてありがとう。今度ダンプカーに会ったらみんなもいっぱい応援してあげよう。そうだね、僕も。